平成もすでに30年を迎えているわけですが、その一つ前の時代である昭和はもうかなり昔の話になりますね。およそ30年の間に様々な文化や技術が発達してきました。それと同時に皆さんの常識や習慣もかなり変化してきたのではないでしょうか。当時のアイテム、風景を見たり流行っていた歌を聴いたりするだけで当時の自分の姿が蘇る。しみじみと思い出に浸る。ノスタルジックな時間。忙しい現代を生きる中で、たまにはそんな時間を過ごすのもいいものではないでしょうか。そこで今回は、特にアラフォー、アラフィフ世代にはたまらない昭和あるあるや、懐かしいグッズを集めてみました。昭和の頃には当たり前だったことがやばすぎる。アラフォーアラフィフ世代にはたまらないことまとめ、パート7。自動改札が設置される前は改札の一つ一つに駅員がいて、切符を切ったり回収していた。昭和の新幹線といえばもちろんこの顔。駄菓子屋の前の10円玉ゲームで戯れる。懐かしい黒電話。友達の家などに電話をかけると、まず親御さんが出て世間話が始まったりした。保留中はこのスタイル。今や完全にブレザーに勢力を奪われているが、昭和の女子の制服といえばセーラー服でした。カルプスウォーターって何それ食べれんの？カルプスとは己で薄めて飲むものである。黒人差別だとされ、廃止された旧カルプスマーク。グリコキャンレディ、ハートの形なので女子から一粒でももらうと勘違いしかねませんでした。水中花、当時どこのお宅でも置いてた記憶。グリコススカイミント、柔らかめのミントキャンディー。現在は製造終了しているようです。昭和のカッコつけアイテム、資生堂タクテクッスの発売は昭和53年。時代は高度経済成長からバブルへと邁進していく時期でした。今も継続して販売されているロングセラー。たまに割るのを失敗したダブルソーダアイス。2017年、売上不振のため販売終了。つい最近まで販売されていたんですね。髪の着せ替え人形。首の部分が折れてきたらセロハンテープで補強します。昔の駅弁にはこの容器のお茶が付き物でした。正式名称はポリ茶瓶というそうです。ハゲ茶瓶。レトロなテープライター。印刷のシールより味があっておしゃれですよね。ファミコンのカセットとカセットテープはほぼ大きさが同じ。歯の詰め物ハンター。ノースキャロライナキャラメル。いかがでしたでしょうか。今回の動画は以上になります。またこのシリーズでお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。